今日は部落や童話地区の地名を堂々とインターネットで公開しても OK、いいんですというお話です。前回に続きこの部落解放に書いてあるですね、奇弁を次々と論破していこうと思うんですけども、金子正義法政大学教授とですね、阿久澤真理子、これは大阪市立大学人権問題研究センター教授ですね、この2人から学んでる学生の方はですね、少なくとも部落問題に関してはこの方の言うことっていうのは聞かなくていいと思います。とりあえず単位取るためだけに授業を受けりゃいいと思います。でこの阿久澤真理子さんの言ってることはですね、もうこの阿久澤真理子さんって差別主義者ですね。なおかつもうとてもね、教授とは思えない、この人すごく頭が悪いと思います。だから頭が悪い人の意見っていうのは真面目に聞かなくていいと思うんですけど、部落の所在地を指摘しその情報をばらまくことが許容されないということは、ここでは自明のことであるって書いてあるんですよ。自明っていうことはもう、まあとにかく言えばわかることっていうことなんでしょ。でただそのマジョリティにとっては自明ではない、知識がいるって書いてあるんですよ。じゃあ自明じゃないじゃないですか。でマイノリティにとっては自明だって言いたいんでしょうね。でもそういう考え自体って差別主義者でしょ。まあマイノリティっていう概念自体がものすごいいい加減なんだけども、じゃあここで部落出身っていうのは多分マイノリティって言いたいんだけど、じゃあ部落出身っていうことはね、生まれつきこういう知識っていうのは遺伝子にでも刷り込まれてるんでしょうかね。なんかその辺ですっごい差別的な考えに思えるんですけどね、皆さんどう思いますか。ただこっちの法政大学の金子正義教授の方はですね、こちらもまだね、鋭い指摘というか、まあそうだなということを言ってて、もしその部落の地名どうこうというところで名誉権というものを主張するんだったら、被差別部落の出身者でいや関係者であるということは社会的な評価や名声の低下をもたらすということを言語部落が主張することになるというジレンマがあると。まあその通りで、だからこのね、こういったここにもう相当長くそういうことについて書いてあるんですね。だからこれほどね、詳細な議論が必要なことを自明っていうのはおかしいでしょ。まず阿久澤さんはね、ご自身で部落問題の授業をやったら、学生がね、友達の住所が部落かどうか調べたみたいなことを嘆いていますけども、その感覚の方が正しいんですよ。だから阿久澤さんっていうのはまず自身が間違ってるっていうことを認めた方がいいと思います。で、阿久澤さんの言う自明っていうのはね、それは自明ではなくて結論ありきっていうことなんですよ。なんとかして部落の地名出すのはね、ダメだっていうことにしたいわけです。そういう結論ありきでやってることを勝手に自明なことだって勘違いしてるんです、阿久澤さんは。でそこであれこれ理屈をこねてるけども、結局こんなもんへりくつなわけですよ。また次回やりますけどね、解放同盟の幹部はもっと凄まじいへりくつこねてますんで、楽しみにしておいてください。でもしね、部落の地名を出すことが違法だのね、名誉権の侵害だのって言うんだったら、直ちにこの YouTube の動画だとかね、あとブログの方でやってる部落探訪についても裁判所に行って仮処分かけりゃいいわけですよ。でそれをできないのは、そういうことがへりくつだっていうことを自覚してるからですよ。で僕はぜひやってほしいと思います。解放同盟は今の原告団ね、さっさとね、この YouTube のチャンネルだとか自転車のブログをもう閉鎖させるように仮処分かけたらいいんじゃないですか、今すぐにでも。そしたら横浜地裁の裁判官が適当なヘリクスこねてやってくれるんじゃないですかね。なんでやらないんでしょうかね。だからそれをできないっていうことが、部落の地名を出すことに何も違法性がないっていうことをご自身で証明してると思うんですよ。そういうことをできてないっていう時点で。ということで皆さん、部落の地名はね、大いに出していいんです。でこの金子さんや阿久澤さんの授業を受けてる人も、この人たちが部落出すなって言っても信じないでください。そんなことに聞く耳持たないでください。部落の地名というのを公言することは全く正しいことです。やっていいことです。いいんです。以上です。